猿田彦神社、猿田彦神社は、三重県伊勢市の伊勢神宮内宮の近くにある神社である。猿田彦大臣と、その子孫の対の地を祭人とする。旧社格は無格者で、第二次世界大戦後は別表神社となった。日本神話によれば、猿田彦人は、二ニ,ニギの天下りの先導を終えた後、伊勢の伊鈴川の川上に沈まった。山和姫命よきによれば、 その子孫の王太田命は、甘寺寺大臣を祀る地として山戸姫命に、石津川川上の地を献上した。王太田命の子孫は、宇治床と称し、神宮に、玉串、大淵人として、代々奉職したが、その宇治床が邸宅内の屋敷神として、祖神の猿田飛行を祀っていた。明治時代に入り、神官の世襲が廃止されることになって、屋敷神を改めて神社としたのが、 サルタヒコ神社である。サルタヒコ人がニニギの先導をしたということから、道開き、交通安全、法囲よけの神社として信仰されている。本殿は、サダヒコ作りと呼ばれる特殊なつま入り作りである。欄干や鳥には八角形の柱が使用されている。5月5日のおた祭りは、三重県の無形民族文化財に指定されており、新仙として、飛び棒を献上する風習がある。 境内には、天下りの際に、猿田彦人と応対した、天の渦めの命を祀る助、龍女神社が、猿田彦神社の本殿に向かい合うように建っており、芸能の神として信仰されている。玉串、大内神という職は、式年遷宮で、心を柱と小船台を作り立て祭るなど、重要な役割を果たしてきたことから、建築の神、道開きの神とされる。 それゆえ神棚において、猿田彦大臣の御札は、道を切り開く意味をもってお祭りする御札となるため、天寺公大寺院宮の御札より手前に祭る、習わしになっている。全国約2000社の猿田彦大臣を祭る神社の、総本社、地味猿田彦大本宮は、鈴鹿市の椿大臣社ということになっている。椿大臣社の宮司は、 山本という名字で、猿田彦神社の宮司は、宇治床という姿勢である。遠逆規制律と見られる、後大御神宮儀式長や、御三条朝までの変年記事が見える、大見和宮宮宮諸雑時期では、宇治床は、大田命の子孫であるとだけ主張しており、小島慶図では久し角、日方命三世今後の久し角騎手名を祖とし、石部公や、駒神部と同族であるとされる。 ところが、鎌倉時代成立とみられる、伊勢二諸公大御神宮御鎮座電記で、突然、猿田彦大臣は、内徳支援祖の神雷と記されるようになり、大和姫命よきでも、猿田彦人の末氏と氏の相対の地と主張するようになり、大体の地の祖として猿田彦命が過剰されたとみられる。猿田彦神社が、神宮内空の近くにあることや、 猿ヒ彦大臣を祀る各地の神社で、椿大臣社とつながりのある神社は少数しか存在しないことから、猿ヒ彦神社が猿ヒ彦人を祀る神社の総本社と考えるものも多い。なお、演技式神明帳に記載されている、椿大臣社は、椿神社、中東神社とする説もあり、論争になっている。ありがとうございます。